皆さんこんばんは、きよみです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は先日ご紹介をしました発酵導入液、そしてその時にお話をしました発酵導入液の美容液が出ていたのを買えなかったんですってお話をしていたので、今日は発酵導入液の美容液をご紹介したいと思います。では早速スタート。じゃじゃじゃーん、こちらが無印良品の新発売された発酵導入美容液です。はい、で以前ご紹介をしたのが同じシリーズで、こちらが発酵導入化粧液です。はい、でさらにすごく前に私がもうすごいご利用しをしていた導入化粧液ですね、無印の、そちらご利用ししてたんですけど、新しくこちらが発売されて、一緒にこちらの美容液発売されたんですけど、大人気すぎて SNS でまたまたバズりまくりまして、でこれがもう売り切れだったんですよ。はい、こちらを私が買いに行った時は、で取り寄せをしてくださってこちらを買えました。でまたなくなったら嫌なので、こちらは私2個買わせていただいたんですけど、その後にまた動画上げている無印良品週間っていうのがありまして、その時にすごいずらーっとこちらが入荷しておりました。はい、ものすごいありました。はい、で私はその時にリンクルケア、いつも買ってるシリーズを買って、また他にもいろいろ買ったんですけれども、それはまた別で動画上げたいと思いますけれども、エイジングケアシリーズを初めて買いました。はい、話がどんどんそれちゃうんですけど、今日はこちらのご紹介でございます。はい、本題のこちらの発酵導入液のお話ですけれども、今までの導入液は美容液がなかったんですけれども、この新発売したこちらのシリーズ、発酵導入化粧液と一緒のシリーズでこれが美容液が出ました。はい、でこれ無印が独自で開発した天然由来 100% にこだわって、無印がもう新しく新発売した導入化粧水、潤い成分として米ぬか発酵液セラミドを配合している。で化粧水の前に保湿成分や角質層まで浸透しやすい滑らかな肌に整えますっていうのがこちらなんですけど、もう私こちらだけでも十分潤ってるんですけど、で導入液との違いはこちらで動画出してるので、そちらをご覧いただければと思うんですけど、今日は何回も言ってるこちらですね。はい、で実際もう私この導入液もこのぐらい使ってて、でこのこちらの美容液もこちらを使ってるんですけど、やっぱり匂いはそんなにないんですけど、ちょっとねこれねくすんでるというか、ちょっと透明ではないんですけど、潤いがもちろんこれもあるんですけれども、こっくり感というか、ちょっとこれはとろみがあって、ですごくちょっと油分も感じるような感じですね。導入液と違って美容液なので、で成分としてはさっき導入液にセラミドが入ってたんですけど、はい、で導入化粧液のパンフレットなんですけれども、米ぬか発酵液が無印良品から独自に開発した潤い成分7種類のビタミン、そして8種類のミネラルを入した発酵させることで得られる潤い成分がもっちりとした張りのある滑らかな肌に整えますって書いてあります。はい、それでこの美容液は、これね美容液は成分の 65% 以上が肌に張りと潤いを与える米ぬか発酵液です。化粧水の前に使用し、保湿成分が角質層まで浸透しやすい滑らかな肌に整えますって書いてあります。はい、使っててどうかっていう風な話なんですけれども、
なんか私本当この前の導入液今ここにあるんだけども、これはもう本当にないんですけど、これこっちを買ったので、こっちを使い切ろうと思って、これもないんですけど、ほぼもうね、化粧水の前にこれをしている段階でもうすごい柔らかくなってるので、今までこちらを使ってなかったから美容液つけてるんですけど、なんか十分潤っています。はい、感想としては、だからこのまあ導入化粧液をまあ塗って、でさらに美容液を、化粧水の前に美容液を塗って、で化粧水と乳液とクリームを塗ってると、すごいたくさん塗ってる感じなので、もともと私あんまり塗るのが好きじゃなかったので、なんか塗りすぎかなって今思ってて、これはこれで本当にすごく潤います。肌も柔らかくなるし、ハリも確かに与えてくれていて、でなおかつこちらは化粧液だけど、こちらは美容液なので、こっくりと油分がある感じがします。しっとりと、はい、なのでこれはこれでおすすめなんですけど、私個人としては化粧水の前に導入液も塗って美容液も塗ってだと、その後の美容液がなんかこうなんか塗りすぎな感じがすごくしてるので、なんか今後はこれもうなんかもう一個買ってあるんですけどでもこれは使うのはどうしようかなって、今ちょっとこれなくてもいいかなってちょっと思ってます。そのなぜかというと、この化粧水の前の美容液じゃなくって、その化粧水と乳液、順番どこに入れるかちょっとあれだけど、その時の気分で私は変えちゃうんだけど、その美容液に、化粧水の前のこちらの美容液じゃなくって、後の美容液を強化した方がいいかなってちょっと自分でちょっと思ってますね。ちょっと使っててものすごい肌の調子はものすごいいいです。もっちりしてるし、柔らかくなってるし、張りも本当にあります。だからすごくこれはとってもいいと思います。はい、すごく、はい、また使い続けてこれ使い切るぐらいにどうかっていうのは、またレビューをしますけど、すごくねこれこっくりした感じなんですよね。はい、そうなんですよ。だからなんかちょっと私はつけすぎかなってなんか今からこんなに手厚くしていいのかなって、もう本当にあんまりつけたくないから、はい、でそんな感じです。とにかくこの導入液自体は何度も言いますが、本当にいいと思います。だからすごく秋の段階、夏が終わって秋って一番乾燥するし、シワがなりやすいって私はすごく思ってるんですけれども、そのシーズン、今回グッと今年はすごく急に暑さからすごく急激に寒くなったりしたんですけど、その時もパリパリしたりとかしないで、すごく潤って肌が柔らかくいられるのは、まあこちらとこちらのおかげもすごくあるっていう風に思ってるので、乾燥肌の方とかは本当に絶対やったら絶対使うのいいと思います。化粧水って浴びるほどつけるのがいいね、年齢重ねてると絶対その方がいいんですけど、私もなんか暇さえあれば化粧水塗ってお風呂上がりにすぐつけて、その後もつけて、でクリームとかは一回つけた後に寝る前にまたつけたりとかするぐらい乾燥には気をつけてるんですけど、乾燥肌の人は特にやっぱりこの導入化粧液とこれは使うと多分実感すると思いますので、はい、私はそこまで乾燥してないから、どうしよう、これをどうしようかなとは思ってますけど、物自体はものすごくいいと思います。はい、おすすめです。はい、はい、それで今日は導入美容液のお話をしましたけれども、無印良品週間の時に初めてエイジングケアシリーズを買ったんですね。はい、
どうなんだろうって思って、化粧水は自分であのハーブの手作りの化粧水をずっと使ってるので、化粧水自体はあの無印さん導入化粧水で、今回米ぬかの導入化粧液を使い始めて、美容液とね、うん、なんですけど、どうなのかなと思って、エイジングケアの化粧水と乳液をその時に買ってみて、今使い始めてます。はい、 そちらも別動画でご紹介したいと思っています。はい、ものすごいいいです。先にお話ししちゃいますが、ものすごいです。びっくりするぐらい。はい、なのでエイジングケアシリーズはまたお楽しみにしててください。本当に肌が柔らかい、もっちりしていて、年齢が年齢ですが、無印良品様様っていう風に私は思っています。はい、相変わらずリンクルケアも使ってますけど、なので全シリーズのレビューとかも一遍でしたりする動画も作りたいなとは思ってますけれども、はい、今日はなんかちょっと話があっち行ったりこっち行ったり、そして何度も同じこと言ったりとかしちゃいましたけど、すいません。はい、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画いいねと思っていただいたら、いいねボタン、そしてチャンネル登録まだの方はぜひぜひよろしくお願いします。では皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さようなら。you